ほらどけよおっさん、うるわしいゼロス君のおとりだぜ。おや、聞き捨てなりませんね。誰がおっさんなのですか、うるわしのゼロス君。なもん決まってんでしょうが、俺様の前にはジェイドしかいねえんだから。へえ、それはどこのジェイドでしょうね。じゃ、旦那のことだっての。俺の目の前にいるあんたのこと。はあ、ってなんでそこでため息つくんだよ。いいえ、あなたのように大声で騒ぐ赤い髪の人を見るとなぜか不快になるんですよ。何かの因果でしょうかね。なあ、そうですか、そりゃご愁傷様。おや、釣れないですね。お褒めに預かりどうも。ゼロス君超嬉しい。褒めたつもりは全くなかったんですけどね。そりゃそうでしょうよ、お宅に褒められるなんざゾッとするね。